がいたジーに鍵穴を見つけたぜ。さあということで、いよいよこれでもうちょっとですねもうちょっとのところまで早くも来ておるわけですが、一回広間の方に出ようか。なんだかんだ上の方を全然見てないですよね。よし、すんなり取れましたね。おお、ギリギリだった、取れた。待って待って待って、襲ってるよこれ。やばいやばいやばいよ、これはやばい、これはやばい、これはやばい。行きますもん。というわけでこのエリアはセーブだけだったかな。宝の山ですよねここ。ちょっとした要素もあったりします。だったり、あとはそうですね、ここは直接行けたっけ。そっか、ここでもう一個宝箱で回れ右を押していただくと、ここにも宝箱で、もう画面のところにも見えてますが、ここにもあります。子犬ですね。で、なんかうろ覚えなんだけど、トリニティが1個あったような覚えがあるんですよ、ここ。青だった気がする、青だった気がする、赤でしたねということでですね、いよいよボス戦となるんですが、アビリティの方がそこそこに増えております。カウンターから下が増えてるのかな。空はコンボプラスをつけました。この辺もつけたかったんだけどね、ちょっと外すのがないのでこんな感じです。で、グーフィーの方ももう一個つけれるね。これはじゃあトルネードにしましょうか。で、アラジンもまあバリバリついてるんですけど、ドローを外してクリティカルアップをつけましょうか。攻撃型みたいな感じでいきましょう。というわけでここを抜けたら戦です。行きましょう。例の子供が我々の存在にも気づいているようだ。リクと言ったが、なぜあの少年に真実を教えないのだ。そうすれば我らの計画も。お前が魔女マレフィセント。ジャスミンを返せ、ジャファ。そうはいかぬ。彼女はプリンセスの一人だからな。扉を開く力を持つ七人のプリンセスの。扉を開く。その扉の先を君たちが見ることはないがな。ジーニーよ、二つ目の願いだ。こやつらを叩きのめせ。やめてくれ、ジーニー。ごめんよ、アル。ランプを持ってる人間がご主人様なんだ。さあ、ということで始まりましたね。ジャファーとジーニー戦です。といっても基本的にこうやってジャファーを攻撃していけば大丈夫なだけですね。ジーニーはですね、無敵なんですよね確か。どんな攻撃をしてもダメです。なのでジャファーを攻撃していくんですが、ただ今みたいにジーニーが攻撃を当ててくる直前になんか一言言ってくれるので、正直言って気にしないで大丈夫です。その時その時でかわしていけば全然対応できるスピードです。なので完全にジャファーを狙っていくって感じですね。まあただでさえジャファーが結構動き回るので、ああやって
ジャファーこうやって追っていけばジーニー気にしなくて大丈夫です。あーあー、あの辺歩いてんだなみたいなそのくらいで大丈夫です。何も気にしなくてもかわせます。で、結構大技が多いんですけど、ジャファーは。ただ大技をしているときは、大体、まあ、下後とかでもですね、結構隙ができやすいので、その時を狙って集中攻撃を仕掛けるという、そんな感じですね。まあ、それの繰り返しかな。で、炎攻撃をしてくるときが一番のチャンスなんですけどね、ちょっと一回それをお見せしたいんですけど、なかなか打ってこないですね。あ、来ましたね。炎攻撃してくるときは、ああやって、ここに降りてきてくれるので、そこはしっかり狙い目ですよ、ここは。あー、ソニックレイブ。ソニックレイブが発動しなかったな。ということで、枝豆はしっかりと回収しましょう。枝豆はしっかり回収しましょう。ソニックレイブで MP を使うかもしれないのでね。ケアルじゃなくて。全然いけますね。おい、もう一息です。頑張りましょう。おいはいはい、 OK ですねチキンすぎる。さあ、ということで、ムービーに入らずに動かせるんですよね。と言っては言っても、あそこにジャスミン姫がいますので、近づいてみましょう。ジニーよ、わしの最後の願いだ。わしをお前と同じ、無敵の魔人ジーニーにせよ。こういうシステムって熱いですよね。ということで、もう一バトルあります。気を失ってるだけみたいな。先にジャファーを追いかけようというわけでですね、いきますよ。ランプだということでですね、あのランプを狙えばいいんですが、ということでこちらが魔人ジャファーならぬ、まあランプの魔人ラ・ジーンと、こちらがあれですね、あのコバルト・イーグルさんですねイヤーゴって名前ですけど。で、正直言って破壊力抜群の攻撃力を持っておるんですが、魔人ジャファーの方は。でも結構攻撃のアクションが結構どでかい感じが多いので、かわそうと思えば全然かわせます。で、体力としての概念はこっちのランプの方にあるので、このランプをひたすら攻撃をしていくという形になりますね。今かわせたねで、わりかし動き回ってくれるんで、このイヤゴがね。なので、その時にそれを追いかけていけばね、全然気にしなくても勝手にかわせるんですけど、あのジーニー同様、なかなか今回動き回ってくれないですね。同じとこで固まってる気がする。うわー、当たるのか。マジか、当たっちゃったか今んとこ。よいしょ。で、そろそろ休憩ですかね。休憩のところで一気に畳みかけましょう。ほいほいほい、もう一度いく。
あーダメか、失敗した。じゃあそろそろ移動しましょうか。うわー当たるのか、うわー熱いなー来ますね。あれイヤゴに当たってるんじゃないかっていう説もあるんですけど。おお、叩く攻撃ですね。とは言ってももうちょっとなんで、もう行っちゃいましょうか。ガツガツと。どこだ、そっちか。これいける、いけますね。ここ登っていきましょう。あー向こう行ってるもう向こう移動してる。よいしょ、ほいほい。どこだ、ここか。届かないか。結構こういう時に限って動き回りますねただもうちょっとですね。よっと、ダメか。どこだ、あ、もうそっち行ってる、もうそっち行ってる感じか。さあ行きますよ、うい。もうワンパンぐらいで行きますね。じゃあ行きますよ、当たれ闇雲。普通に攻めた方がいいねこれ。よいしょ、オッケーです。というわけでこれで大丈夫です。魔人様、ランプの中へ戻れ。ジャスミン、ジャスミン、寝た方が良さそうな感じ。ジャスミン、さあということでここから脱出になるんですけど、ここをね一個のなんか自分でプレイヤーに操作させるっていう要素に入れるところがまたたまらなく好きですこうやってバツボタンで回転もできるんですけど、まあ基本的に使わなくて大丈夫ですね特別意識しなくても抜けられます。難易度的には優しいです。でここを抜けると、でもこれハラハラするよねいいと思いますよこういうの。あ、ここはしっかり使ってた方がいいですね。よっと、あ、当たってる普通に。まあでも枝豆がちょくちょくあるんで、それ取ってれば何ら問題はないです。 OK かな。じゃあジャスミンはアグラバーにはいないってことか。そら一緒にジャスミンを探しに行こう。連れて行くわけにはいかないんだよね。
落ち込むなよ。まだ一つ願いが残ってるだろう。ほら、言ってくれよ。ジャスミンを探してくれってさ。僕は願う。ジーニーを自由の身にしてくれ。ある。これでいいんだ、ジーニー。どこへ行くのも、何をするのも君の自由だ。だけど、できれば空がジャスミンを探すのを手伝ってほしい。悪いが、俺はもう誰の命令も聞くつもりはないね。だが、親友の頼みってやつはまだ聞いたことがないから。試してみてもいいかもな。なあ、アル、俺たちは親友かい？ジーニー、任せとけよ、アル。ジャッファーのやつ、いいとこまで行ったのにね。しかし、あっさり見捨てるとは冷たいのに。俺は計画通りプリンセスを連れてきただけだ。ハートレスに取り込まれた者を救う術はない。憎しみに身を焼かれた哀れなジャファ。よせや、俺だってあいつがどうなると知ったことじゃない。ところで、あれはもう見てもらえたかな？約束したろ。我々に協力すればお前の望みを叶えてやる。帰れ。迎えに行っておやり。船は用意してある。俺様の船は客船じゃないんでな。乗り心地は保証しないぜ。どうして俺のためにそこまで。何が狙いだ？狙い？そんなもの。私はね、お前のことを我が子のように思っているのさ。信じられないな。信じなくてもいいさ。でも私は約束を果たしたからね。さあ、ということで、ムービーが流れた後に、ジーニーが召喚魔法としてここから使えるようになります。シンバまだ使ってなかったね。それからこれも持っていってくれ。というわけで、デザイアーランプですね。さらに緑のトリニティも解禁です。で、もうここから飛び立ってもいいんですけど、緑といえば、すぐわかる場所に一箇所あったじゃないですか。それを取ってから行きましょうか。で、しっかりとここ出なくなってるんだよね、ハートレス。出たらさ、早速召喚魔法をね、お試ししてみたかったなとも思うんですけど、まあ、そこは仕方ないですね。ぶっちゃけ、使うかどうかって言われたら、あんま使わないです。もうそれ以外の魔法とか、攻撃技とかが結構万能な技が多いので。 AP アップですね。この辺りもどんどんガシガシ使っちゃっていいんですけど、こういうの俺はね、もう昔も同じだったと思うんですけど、貯めてから一気に使いたい派なので、一旦貯めさせていただきたいかなと思います。ではセーブしたらいよいよ行きましょうか。グミシップ、新しいトリニティが手に入ったから、今まで行った場所を調べ直そうか。まあ、いい機会かもしれないですが、ストーリーを進めていきます。そういえば、タウンのアクセサリーショップ。ああ、シドさんのところですね。あそこもね、もう、あっこ確か緑だったよね。
このちぎれたページ、そう、ちぎれたページも一つ見つけましたよね。この話も、この会話もちらって出てきますが、これもまあ、集め切ったら一気に見ていきます。というわけでですね、次に向かうべき場所は、星の数順ですね。ここは6、5ですね。ということで、ここかな？行きましょう。